解散？いや、まだだ、まだ終わらんよ。俺たちの屍を超えられるまではな。ここ今なるほどね、どこかわからんかったわ。はい、まあ、そうです。なるほど、すごい静かったわ。まあ、花尾伝願と積分サークル最後のコラボです。そういうことや、最後のコラボだ、これ。まあ、5年間、7年間ぐらい一緒にいた後輩たちとね、はいはいはい、まあ、何をしようかというとですね、僕たちがこの環境から巣立っていくじゃないですか、はいはいはい、ね、まあ、彼らはもうこれからもう自分たちだけでね、大人のいない、まあそういうことやね。だからもう俺たちがいなくなるってことだけど、そう、実際そういうことやね。僕らはもうとっくのそういう大人になってるはずなんですけどね。でもキムキムさん見てみ、全然子供。ピーターパン、全員ピーターパンしてる。やっぱ親からしたらみんなやっぱいつまでたっても子供になっちゃうっていう。安心して育っていくためには彼らがやっぱ俺たちを超えてないと、それが確認できるまでは解散できひんな。なるほど。弊社負けたら解散しないんですか。あ、そういうことや。まあまあそういうことですよね。だから俺らが勝ったら解散できひんってことや。ああ、まあ、もうちょっと視聴者もやることや。まあ、というわけで今回は、まあ、やはりね、やっぱ YouTuber ということなんで、はい、YouTube 力、これを競っていきたいなと思います。なるほどなるほど。2対全員ってこと。難しい概念や。まあ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 、細かいチーム分け、これはちょっとね、ゲームマスターのまこくんに説明をお願いしたいと思います。死んでるまま見せる。はい、ということで今回オッティは、ちょっと風邪死んでますということで、まあ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 、まあ、残念ながら来れなかったんですが、今回5ゲーム用意しました。はい、はい、5番勝負ってこと。はい、そうです、5番勝負です。なるほどなるほど。はい、で、積分サークルメンバーから1つのゲームにつき2人ずつ、なるほどなるほど、2対2で5番勝負を、行っていただきます。なるほどなるほどなるほど。なるほど。じゃあ3勝勝が勝ちってことでいいですか。そうなりますね。そうなるよね、はい、内容は過去に花伝や積分サークルで、遊んできたゲームを元に作りました。企画ってこと。なるほど。じゃあ企画を戦うと。ダイラ楽しいシャトルランって。それで戦う。エレベーターシャトルランエレベーターシャトルランって。あれマジめっちゃエレベーター。まああれですね、最後なんで、みんなで、わちゃわちゃ楽しみましょう。いや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 いレッツインテグラル。最後の、あ、これちょっと揃えよう、これじゃあ、はい、揃えよう、方向まで、左手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 、こっち、うん、そんなことも忘れたじゃん、インテグラル最高や。というわけでやっていきたいと思います。レッツインテグラル。おー、なんか締まるね。第一ゲームは発表メンバーを。てかそんなん企画であったっけ今まで。いや、何々用の。ああ、そういうことか。そうですね、はい、普段は特に積算扱いで大企画一人のメンバーにフォーカスしてね、やってますけれども、はい、今回は回答者は花伝と積算の、まあ、2人、はい、でそれ以外のメンバーで回答者を1人ずつ回していって7個問題を出してもらいますっていうのを やってもらって、ポイントはですね、その人の答えに一番近かった人に1ポイント、それ以外はもう得点はありません。ゼロってことね。はい、一番、まあまあでも2人の合計やな。点数を合計してチームで得点だったかってことやね。はい、オッケー。それでもメンバーっすもんね、問題になる。だから誰が有利っすね。だから誰が回答だ。そう、だって積算でしょ。伝願さんもかなり出てますけどね。いや、でも覚えてないな。ほんまにこっちチームだと答えられるのタッツぐらいっすよ。タッツ王だけはマジでやばい。マジでむずいっすね。マジで未解決問題だよ。どうします？まあでも、まんべんなく出るから。逆にでも僕は計算とかで活躍できないかもしれないんで、今のうちに。あ、確かに。あ、計算はありやん。私、最近ね、やっぱ引っ張ってくれてる方がいらっしゃるじゃないですか、チームを。誰やろ、誰やろ、誰やろ。タッツーじゃない。うわ、じゃあタッツーと分かりお願いします。タッツーはもうちょっと変な戦いに。もうなんか、なんすか、鉄骨渡りゲームとか。返し、返し、返しとか。ってことは何か、お前走るやろ。じゃあまあ、サーレルとワラということで。はい、はい、頼んだぞ、ワラ。頼んだよ。では、お願いします。
よし、すんね、第一問は。はい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 、すんの女性のタイプは。はい、いやもう、はい、好きな女性のタイプ。はい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 、うるさいね、お前ら。うるさい。いや、お前ら刺されると我が輩書いてます。わかりますからね。え、これ気質問題な、お前らからしたら。どう見たら、わかんないんすか、わかんないですか。わかんないですか。ちょっと待って、痛いよー。見て、スン見て、スン見て、俺何書いたっけって顔してる。ってことは、今のこの瞬間のスンの思考読んべき。つまり情報は更新されてると見て。そうです。え、まだ聞けてないですか。ちょっと尺気にした方がいいんじゃないですか。尺は考えてない。心配だよ。いや、スンはまだ考えてる。スンの表情を見て決めるわ。はい、胸もまあ大事だ。いや、でもスンはクイズの講師やから絶対下ネタ言わへん。確かにそう。本来はマモさんとスンの間もうちょっと開けた方がいい。胸が大きい人とかは多分書かへんと思うな。さすがにそうか。ほんまはそう書きたいんやけど。ほんまはそう書きたいんやけど、ちょっと気にしますから。ちょっと気にしますから。それで女子やったら何でもいいみたいな感じやと思う。それ結構にさ、いやタイプやから何か書いてるさすがに。はい、じゃあ皆さん回答オープン。ドン。おとなしい人です。おいしいパスタ作った、お前。いやもうポイントあげたいな。誰でもいい。はいはいはい。すべてを受け入れてくれる。はいはいはい。それ花尾です。それ花尾。それ花尾。いやいやいや、これ僕でもエピソードあるんですけど、すんと僕銭湯行ったことあるんですよ。銭湯、マジ銭湯、銭湯ちょっと、あれと、で、その時に珍しく俺ら好きな女の話みたいなしたんですよ。おい、まあでもそうやな、でも俺なんか全てを受け入れてくれる人がええな。あ、じゃあ花尾さんに影響されてる。でも花尾さんがそんな言う前からです。お前から、どっちかというと、もうすぐ先です。本家。いや、さすがに誰でもいい。いや、俺は成果の。いや、すぐ待って。ほんで、なんなんこれ。誰でもいい。違うんですよ、あいつには寛大な心があるんですよ。もうすべてを包み込む優しい。いや、でもスンは自分が主導権握りたいタイプやん、俺の予想。どっちかというと権利を自分で握りたいタイプというか、だからこういう子の方が好きなんよ。要は女好きってこと。いやいや、ちょいちょい、誰でもいいです。大丈夫。はい、行こう。はい、じゃあ行きましょう。じゃあスンさん、回答教えてください。はい、私の回答はこちらです。しっかりむずい会話ができるでーす。よーし。高学歴いがち。まあ、大人しい人、つまり大人っぽい人。大人っぽい人。大人はむずい会話できがち。じゃあ、全てを受け入れてくれる話。難しい会話を受け入れてくれる。全てを受け入れてくれる。いや、違う。はい、正解は花尾さんでーす。よし、よし、よっしゃー。よくやった、よくやった。今知ってるってのは、教養ある。わかる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 。教養ある。教養ある。よし、行こう。よし、ありがとうございました。ありがとうございます。捨ても要素、4本取ったら1個だよ。そうそう、それ4本次も捨てもです。よっしゃー、よっしゃー。やばい、むずい、むずい。ナンバーした。やばいやばいやばい。本物来た、本物。捨てもや、捨ても。続いての問題は、はい、タッツーの好きな食べ物は何？うわぁ、うわぁ、キャー。でもキャーだよ、キャー。それはね。でも俺、日常転換でみんなとご飯行ってるから。もう有利。俺ちょっと有利なんや、これ。はい、もうかけました。え、そっち行った。いや、俺はいつも食べとるし、めっちゃ食うねん。あー、そう。めっちゃ食うねん。はい、わかる。こいつの答え分かりました。いや、それを受けて僕はじゃあこっちから。いや、それを好きな食べ物。はい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 、書きましたそれを立つ人は好きな食べ物に書きません。よく食うものは好きな食べ物じゃない、立つ人は。いやいやいや、好きやから食ってるんですよ。そうやな。いや、何みたいな顔してたの。はい、そしたら、皆さん回答オープン。はい、せーの、どん。僕はね、和食のね、お蕎麦。おー、これです。あー、はい、確かに好きっすね。はい、僕はですね、まず場合分けあります。なるほど。手元に箸があるとき、牛丼です。はいはい。で、手元にスプーンがあるとき、これ天津麻婆。僕、お土産です。あー、なるほどね。あー、やばい、教授の先生。いいかい。これは、なるほどねって、これ。
分かれるわ。僕はパフェでですよね。ですよ。これまず食前と食後両方行くんですよ。食べたんで。こんな人マジ見たことない。え、じゃあそばそばじゃないです。パフェそばパフェです。お土産はパフェなんで。お土産はお土産パフェそばパフェお土産。え、それで言うと、俺らで言うと、そば天津麻婆そばってパターンもある。え、でもその時にパフェそばパフェパフェ天津麻婆パフェパフェそばパフェ食いすぎやろ。あいつ俺より増えやろ。はい、ではタッツーさんの正解教えてください。僕の正解はこちらです。知らない町に行って食べるパフェですね。でも天津麻婆ってパーフェクトな麻婆丼やと思わへん。パフェです。さすがにはサレルです。これサレル、これサレルじゃなかったから申し訳なくなった。でも1対1だったな、これで1対1です。すげー。お、どんどんいきましょう。さあ、これ続いての問題。はい、ナシケンさんは地球最後の日何をしますか。あ、なるほどね。あ、ナシケンさんはね、でもまあ比較的当てやすいと思うけど、こういう気、好きな食べ物から言ってくれてよかったね。確かにこれは難しい。ちょっと答えも難しいですね。言われんのもむずい。まあでも、ハシケン、マコとよく飲んでるイメージだから、マコの性癖答えれば実質正解。違うんですよね、正反対なんですよ。正反対です。あ、どれだけが仲がいいな。多分女の趣味が違うからな。やっちゃうで、ちゃうで。違う違う、女の趣味が違うから。お前が買ったんだよ。正解正解。はい、そしたら、皆さん回答オープン。せーの、ドン。ライバル俺とポケモンバトル、これです。あー、確かに。それはいい。はい、これでゲームですよ。チンゲ伸ばして、今の髪型とそれに時間かけた。それに時間かけたんか。これに時間かけたよな。いつもと変わらずゲーム配信。あ、俺と俺が近い。そう、いつもと変わらず。そうだよ。僕は、治療の辛ラーメンを食べてお尻の穴から血を出しながら死ぬ。なるほどね。お前も考えてそれかい。じゃあ、しげんさん、答えをどうぞ。正解は仲いい連れと死ぬほどうまい酒と飯でパーティーをするでしょ。ああ、確かに。ちょっとね、死ぬほどうまい酒と飯でパーティーした後にチンゲやるかもしれない。寄ったあげく、寄ったあげく、寄ったあげく。その回答の先にこれがある。そうそう、ある可能性ある。はい、あるな、あるな、あるある、あるある、あるでしょ、さすが。そう、ここのな、俺らの主張めっちゃ大事やから。ここの主張だけやから、このゲーム。ドンピシャはいないんですけど、僕の中で一番近いなと思った正解はバカです。イエーイ。さあ、はい、ゲーム配信な。ゲーム配信。いや、一緒。いつも通りってこと。まあ、そうや、そうや。まあ、でも、ほんまに。人間にストパーかけるとかやってみたいですけどね。ほら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 。だから、俺もやりたい。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 ハシケンは最後の最後にちょっと最後やから肩破りするかなと思って。確かに。順にストパーかけて、こっちくるくるにしてる。どっちかどっちか分からない。逆にするってね。逆立ちして街歩いて。お前だけやそれ。お前だけやそれやってる。確かに、それ以上意見言ってくんないっすね。続いての問題。ありがとうございます。色丸の好きな動物は何？いい問題。両門の風。俺はさすがに分かりました。待て、でもこれサレルと被るかもしれん。え、まあ、何をもってピロゴルがその好きな動物に定義するかな。あー、そこ分かってないですか。かわいい。いや、それでも気まぐれやから1個に決めてる時点で危ないよ。いやその定数じゃないか、変数やから。僕でもピロゴルさんの好きな動物知ってます。僕も知ってます。でもそれが今かどうか分からんから。俺今のピロゴルと向き合ってる。芯がしっかりとした女性だ。いや、君たちは現在系で戦って、俺は現在進行系で戦っている。大穴、大穴やつを、大穴やつを中野誠ってのがあるような。ピロ、ピロやから、ピロやから。はい、そしたら、皆さん回答オープン。せーの、ドン。キリンです。ハムスター。オオカミ。トムとジェリー。いやー、トムとジェリーやからこっちなんやぞ。ズルな、こっちに行くね。いや、ネズミじゃないですか。いや、でもピロバルって血圧低いから、血圧高い動物に憧れてるんだから、キリン。ピロバルって血色悪いよ、常に白い。でもトムとジェリーでずるくない。猫とネズミ、どっちも書いてることになるの。規約違反。規約違反かどうかピロバルが決めることなんで。はいはいはい。でも逆にこれ選ばなかった場合はトムとジェリーが好きじゃないっていうこと。はい、どうぞ。お願いします。じゃあ回答どうぞ。トムとジェリー回答します。好きな動物は猫です。いやー、俺ら近い。近いぞ。近いぞ。一番近い。まあこれはさすがにサレ。でも、でも、でも一個だけ、キリンは臭く
食うで。さすがにやないけど、別に。草冠ついてるやん。やばいこと言ってる。さあ、なるほど。で、現状ですね、4問終わって、関さんチーム3点、花田チーム1点です。まあ、でもまだ分からんよ。だから最後ラスト僕たちが取れば、はい、もう4点先取したら、関さんチーム。将棋と一緒やな。7番勝負や。こっから3連勝してるから、羽生さんとか。まさね。あるよ、こっからです。あるあるある。お前かよ、しかも。まあ、キムさんは。お前も何本や。俺たちの方が付き合い長いから。確かに、そうそうそう。俺はそうそう。続いての問題。はい。キムさん、あなたは、1000万円もらったら、何に使いますか？問題、待って。もうこれしかない。いや、これ、いや、俺は、もうマジでこれじゃなかったら切れる、ほんまに。そう。いや、マジでこれしかない。え、一択でしたね、これ。いや、マジでこれしかない。はい、そしたら、皆さん、回答オープン。はい、こちら。どうぞ。一生分の光熱費払う。はい。これです、これです。推しにスパチャ800万円からの200万をシャドーバー。はい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 。僕は推しにスパチャです。僕も推しの VTuber にスーパーチャ。あ、ここ、ここはかぶったね。はいはいはい。ほんとは、シャドーバー。いや、違います。シャドーバー200万は入ってる。電気代200万、ガス代200万、水道代600万です。キムさんが払うべきものは。まずこれ、さっき払うんですよ。キムさんは今後の光熱費よりも推しへのスーパーチャットです。いやそれはそんななんか、あの、無責の利益にとらわれます。はい、はははははは。そしたらキムさん、回答お願いします。この答えは、いや、わかるよ。投げ銭です。イエーイ。ということで、誰が正解は、わが、イエーイ。みんなそれ書くかなと思って違うこと書いた俺は今日分かってたよ。俺もそう。はい、はい、ということで、デキマンサイドの勝利。やったー。まあこれは負けたな。まあでも、なんかええでって感じ。お前の仲良さそうでよかったって。そっちの方が分かってました。では、続いてのゲーム、はい、暗算対決。よっしゃ、誰いく。まあでも、一番得意そうなのは、もう広まるじゃない。まあ確かに。あれ勝ちに来とんな。勝ちに来とるぞ。まあ一旦キムさん、キムさん、そういくんじゃないですか。確かに。まあでも安全だよ。運よ、こんなタッツさんじゃないですか。確かに。うんうんうん。数強ね。なんであいつ数強なんか教えてもらって。あいつはなんで数強なんイメージあるんで。安全か。いや、これな、緊張するんよな。まあでもここはお前に今、タッツしてる。いや、頑張るけど、できればお前もやって。まあできれば。今回はですね、3問用意しておりまして、2問選手。問題としては、数学、物理、数学です。あー、なるほど。お前、パフェ、麻婆豆腐、パフェみたいに言うから。お前、ちょっと。お前、そこから、お前、そこから持ってくんの。いや、お前、タッツさん得意問題。タッツの得意問題。数学で物理挟むの好きやろ。パフェ構文なの。パフェ構文やな、これ。じゃあ、準備よろしいですか。はい。はい、よし。はい、ちょっと問題。インテグラル、マイナス6から0、カッコ、x プラス6、カッコ閉じ、3乗 dx。三乗やんな。はい。キム。81。残念。すまん、タッツ頭貸した。え？ルントン行けました。行けました。ちょっと、やばい。タッツ216。残念。え？チャンス、チャンス、チャンス。224。残念。あれ？もう一回、え？問題は？324。正解。よし。はい。ああ、間違えた。そうや、一桁間違えた。え、お前らもう、え、お前らリーチ。リーチです。お前ら尺短。次俺ら取らせた方がええで。お前絶対次取れ。それでは第2問。傾きの角が30度の粗い斜面上を質量 m の物体が滑り出した。斜面に沿って距離 x だけ滑ったとき、物体の速さが v であったとする。重力加速度を g とする。この間に動摩擦力がした仕事 w を求めなさい。おかんて、もう。レガン2分の1 MV 事情引く、2分の1
MGH。 じゃないんじゃん。 X か、ごめん、あの2分の 1MV 事情引く2分の 1MGX。 正解。よし、ナイスナイス、ナイス、よし。でもいけたな、今の俺。あ、ああ、そう、文系やからこれはきついな。パフェ問題じゃないから。あ、確かにパフェ問題じゃないから。パフェやから。はい、はい、はい。では、いきます。問題。はい、一つのサイコロを何回か投げる場合を考える。むずやばい、もうやばい。4回投げたとき、1または2の目が奇数回出る確率は何？だから、はい、なるほどね。4回ですよ、もう。あ、わかったわかった。はいはいはい。81分の64。残念。あ、くそ。なんでや。イラチ。俺イラチ。ちょ、何間違えた？え？あれ？あ、間違えた。俺アホや。81分の10。残念。81分の8。残念。ちょっと当ててほしかった。ちょっと当ててほしかった。81分34。残念。え、よし、まだチャンスある。まだチャンスある。ちゃうわ。ああ、ちゃうわ。27分の16。残念。え、うそ。よし、まだある、まだある。81分の40。正解。おりゃー、うっしゃー、ほんまや。しゃー、32たさ8や。そうお前もう画角が消えろ、ほんま。もうなんで勝てへんのやろ、これ無理やって、これは。いや、でもお前惜しかった。でも負けれてよかったっていう考え方もあるけど、これに関しては。どういう考え方なんそれ。だから積分サークルに暗算企画を託すこと。まあ確かに、確かにという意味で、これは非常に良かったっていう。じゃあもう、だから俺、弁願日常でも暗算企画禁止やで。いいよ。いいよ。おー、捨てた、捨てた。俺らは民山企画やるから。民山、何それ。明るい方向に俺たちは攻めるから。民山ってただの手計算のことちゃうから。はい、ということで、もういいよ。とね、もう消えてもろて。もうお前らとっとと消えてもろて。ただね、1個ぐらい勝ちたい。マジ1個ぐらい勝ちたい。今の負けたん激痛。え、どうだつ、パフェ生きた。まあそうですね。お前もう全然コメントする気ない。はい、ということで第3ゲームは理系王ゲーム。ピロマル強いで。いや、ピロマル強い。大喜利確か強い。ピロマルと、いや、でも大喜利って優位は確定や。さすがに優位は確定や。優位は確定で。いや、そんな優位はほんま面白くないやろ。もう一人出るなら、回答するがこいつ。そう、ルントしかおらんな。もうルントしかおらんな。やばい、ちょっとほんま、ほんまやめて。いじめ、いじめ。え、俺ら酔わない。だってもうさ、だってもう、なんか存在でちょっと負けてるもん。確かに確かに。芸人感あるもんな。芸人感ある。あの二人だってボケとツッコミで、ボケとルントボケの優位ツッコミで負けてるもん。2分に1回ぐらいたまに客がボケって、お前がボケるんだ。逆パターンもあんねん。そう、逆パターンもあんねん。そう、それでは、第3ゲーム理系大喜利。ここのために8年やったと言ってもらえない。勝つために。いや、もう本当に関さんでもね、あのいっぱい動画出してますけども、アナデンにも出てほしいとコメントで見るんで、もうこれはちょっとぜひ僕も見たいなと思い、まああのあらぬ方向に行く可能性はあるかもしれない。それも含めて。では、最初のお題です。はい、研究者が一般女性とデートしたら次の日にはブロックされていた。どんなデートだった？ああ、なるほど。はい。全国百葉箱巡り。はいはいはい。あの、僕らに多分レベル合わせてきましたね。はい、そうです。じゃあ、百葉箱だね。百葉箱はあの白い形のね、箱ですね。中に温度計みたいなのが入ってます。おお。ちょっと生まれる頭いいかもしれない。1時間ごとに心のノルムを送ってきた。まあまあ、いや、絶対分かってない、分かってない。あ、絶対分かってない。ああ、これは。ノルムとか聞いたことない。大丈夫よ。あの、多分、ノルムも、ノルムも過労死で聞いたことあるぐらい。俺らは面白いと思ってるよ。おもろかった。焦んな。傷つくから。はいはい。はいよ。
はい、カフェでずっと D シンの勧誘をしていた。D シン？ドクターね。D シンしない。はい、去り際に君の電気信号を見たいと言った。高速道路の電灯を見て、これフィボナッチ数列に見えるとか言い出す。俺と水素しようって言った。俺と水素しよう。マジか。博士なんで、この帽子持ってるんですけど、ここが海ぶどう。おお。あ、いいね。そのアプローチ。もういいや、俺ら答えね。そいつの車乗ったらワイパーがキムワイプ挟んだ。それはちょっとブロックしたなるな。ワイパーにキムワイプ挟まってる。それはあかんわ。キーワードはあれやね。カフェで出てきたミルクレープがキムワイプを重ねたやつ。はい。ミルクレープをスコッチテープで一層ずつ剥がす。俺すら分からへん。黒鉛とかをスコッチテープで剥がすとグラフェンっていう。で、これが2002年のノーベル賞です。ありがとうございます。モノシリーって言われた。終わった。終わり。はいはい、店のメニュー表をレーザーポインターで説明しだした。あー、いいね。はい、彼女へのプレゼントにイヤリングをあげたんですけど、それがビカリアでできてた。やばすぎる。誰か知ってんねん、四純化石ですって言われる。はいです。分かった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 。問題じゃないんですよ。大喜利で分かったで。こんなにコーン食わへんって言ったら全部ビカリアだった。やばい。詰めだけ全部ビカリア。おかしいんや。新世代の四純化石食うってやばいんや。どんな作家好き？って、俺ハルキが好きなんだよね。村上ハルキかと思う。実はハルキゲニアだった。それは多分。上下逆のやつやめろ。はい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 。LINE で週始めに週報を送ってくる。週報って言って今週の予定を送ってくる。デートにコアタイムがある。あ、いいね。いいね。いいね。時間まだ帰れない。この時間まで。この時間まで来てね。バリだるい。はい、10分。ああ、いや、まあ、しゃあないな。いや、でも結構回答したぞ。まあ、でも、もう向こうの。向こう、今日、今回はあの3人が神やな。悔いはないですもん。悔いはない、悔いはない。じゃあ、そしたら、ノラさんから面白かった方をあげてください。花伝。関さん。いや、お前のキムワイプのやつ俺好きなんやけどな。キムワイプ確かにめちゃめちゃ面白かった。いや、言ったりは本当にね。これちょっとやっとけよ、もう。おもろかったもんな。おもろかった、おもろかった。海ぶどうとか最高。理系が好きそうだ。まあでも海ぶどうは理系なのかどうかっていうところをさっき言ったら、なんかデート中なのかどうかっていうのはちょっと言いたかった。おもろいんやけど、おもろいねんで。いやでもまだまだ、でもまだチャンスあるから。俺らはまだ諦めてない。あと2問あるやろ。あ、そういうことね。そうそうそう。あと3本札あるから、まだ俺らのチャンスあるんや。はい、では続いての問題です。はい。実験中の動画を上げたら大炎上した。何をした？心当たりがある。一旦触れんとこか。一旦触れんとこか。一旦触れんとこか。そんな数学の関係にスラスラか。そして筆が走り出る。はい、駒込ピペットをペロペロした。ペロペロね。やばっ。扇風機に包丁をつけてキャベツを切ろう。試験官に試験監督をさせてしまった。させてしまった。間違えた。間違えてしまった。お
信号機の代わりに全部あの BTB 溶液の色変えてあの全部あの車の制御してる。いや毎回入れるの大変やで。はい、王林に王林入れたらだ自然発火した。王林の保管場所に本物のキリン入ってた。でかすぎる。ずっとキリン言ってる。便箋缶を投げて遊んでいた。やばいなそれ。いやいいね。めっちゃ遠いのやもん、ほんま。実はシクレキさんの方がフェイスビューしたらなんか確かにバランスは良さそう。逆に重心かかる。あれバラバラになるから。トルク安定するから外が色についてる。なるほど。はいはい。ベンゼンを投げて面交していた。でも表と裏の区別がないから勝負がつかなかった。あーほんまやわ。ほんまやわ。ほんまやわ。顕微鏡置き場のとこにレボルバードラゴンがいた。勇気を。それは好きだな。レボルバードラゴン。いやちょっとちょっとまあ一旦ね一旦。ピタゴラスイッチで人が明らかにバレエのトスしている。明らかに人がバレエのトス。はいはいはい。はい。人体実験。シンプルにあかんわ。それはダメやね。はい。プルトニウムの塊を上下に挟んでジェンガをしている。いやー素晴らしい次の日ですね。はい、安全ゴーグルにお札が大量に貼られている。なんかあったんかな。なんかあったんやな。いやいや自分の使う。薬法師に数字を書いてババ抜きをしていた。いや、好き好きなんよ。好き好きなんよ。いけるか。絶対バレる。いけるか、なんで。手の内が。さあ、10分。これは。なるほど。まあ、僕は決まりましたけど。僕も決まりましたね。決めました。はい、ということで、どっちが面白かったか、札をお上げください。積分サークル。積分サークル。積分サークル。いや、俺は強かったね。ほんまに、ほんまに強かった。これちょっと出ない。いやー、すごい。さすがに強すぎる。これはね、すごいな。すごい。そうです。この4人で戦えたこと、誇りに思う。そうや。もう1問やりたいんですけど。もう1問やりたいんですけど。もう1問やりたいんですけど。確かに確かに。僕、お金払うんで見ていいですか？はい、ということで、今回の企画、積分サークルの圧勝。圧勝だよ。イエスマンだよ。まあでも、アンザン負けた時にほんまに引退してええと思った。はい、まあというわけで、今後は、じゃあもうお父さん世代の僕らは引退して、そうですね、息子たちからね、困ったらもうお金を無心に平均。まあでも安心して養って安心して、そうそうそう。 YouTuber としても老後ですね、ここから。年金なよ。君らは俺らの年金を納めてる。ずっとヤバいこと言ってる。ずっとヤバいこと言ってる。いいやつ入ってますね。で、この二人は何十人支えてますからね。まだ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 。いや、今日やった3つの企画はやっぱどれもやった続けてほしいなと思うから、普通にまず実力で負けました。はいはいはい、うん、はい、まあ、というわけで、もう関さんはもうまだまだやっていける。そうね、もう暗算ももともと最初俺らが多分やり始めた企画やけど、全然やってもらって全然やってもらって、すごい確かに僕らやったんだったっすね。花蓮のも全部の企画あげます。あげるな。おー、待った。頑張って、でもまあ本当に頑張ってくださいっていう、そういう意味ですよ、これは。手作り。いや、本当そう。まあ、いや、フリーじゃなくて、もらえる感じ。僕らにあげる。じゃあ、次やるときは僕らに許可。じゃあ、貸し付けにしたい。まあ、これからね、まあ、花伝は終わっちゃうんですけどね。まあ、関さんのみんなを、ぜひね、応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、というわけで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴本当にありがとうございました。ありがとうございました。フルボッコにしてもう、おお、まあでも圧倒的押し出し、もうだってこうなったら、まあ、終わるというね、実感がちょっとあれなんで、いやこれ多分動画で上がってんの、18とかじゃない、この動画、だから明後日解散できたってことで、逆に無事、やべえ、実感はでもマジでないけどな、まだ、全く実感ないよ、だって今まだギリ2月やもんな、でも本来でもこれで撮るのは最後、このメンバーで撮るの最後じゃない、わーお、わー、俺別に関根さんに呼ばれたら行くけど。2人呼ぶってないんじゃない、なかなか難しいと思うけどな、ちょっと寂しいな、はい、終わりです。君たちが殺しました。まあ、俺やってない、俺はやってない。じゃあ、もういいんじゃないですか。じゃあ、そう、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。すごいな。